環境保全につきまして一言申し上げます。環境保全です。今年の夏は皆さん35度を毎日超えました。暑かったですね。私ももうフラフラになりました。地球温暖化対策、喫緊の課題です。今それに対抗していろいろな技術開発を進めてくれています会社がたくさんあります。川崎重工業、三菱重工業、そして大阪ガスや関西電力、神戸製鋼所、また地元の神組もそうですね。いろいろな分野で地球温暖化対策の新しい新技術の導入、その分ものすごく各会社はお金がかかりますが、会社の利益は圧迫を受けますが、それでも地球温暖化しっかりと抑制しようということで挑戦をしてくれています。温暖化対策、我々も頑張らなければなりません。そして海、山、川、そして人の住む里、この美しい自然を守って、地球は未来の子供たちからの我々は借り物です。地球を美しく、そして温暖化にならない地球を守りましょう。